皆さんこんにちは、エルザです。今回は今の陰月の強さはどれくらい通用するのかについて話していきたいと思います。復刻として陰月が来ましたね。出た当初は火力が高いアタッカーとして活躍していましたが、キャラクターが増えた今ではどうなのかという話をしていきたいと思います。復刻のキャラクターって今の環境に合わないんじゃないかと思われる方もいますからね。意外と腐らないキャラも多いので冷静に判断したいところです。で、僕の場合はコツなしの持ち武器っていうのでやってますので、育成の段階とかを見てもらうといいんじゃないかなと思います。ということで早速解説していきたいと思います。それでは陰月の強みなどについて話していきましょう。まず陰月についてなんですが、評価していきたいと思います。正直使っていて陰月はまだまだ強いなと思いますね。っていうか気になるほど弱くなったりした印象はないです。というのも属性の相性的に虚数を弱点としたエンドコンテンツ系がまだ多いからっていうのがありますね。虚構女児はさすがに厳しいなとは思いますが、模擬宇宙や裏庭では未だに現役で活躍しています。で、僕自身が軽流をメイン赤で持ってなかったり G も所持していないのでアタッカーとしては不足しているところがあるんですが、陰月で問題なかったのでそこまで気になったっていう記憶はないですね。本当育てきってたからかなと思います。ただ育成においてはかなり難易度が高いキャラクターとなっています。公園水が持ち武器なら多少は緩和される部分なんですが、公園水による恩恵を得づらいのでそれなりの覚悟は必要かなと思います。ただ育成に見合った強さではあるので個人的にはいいキャラだなと思いますね。できれば公園水とセットで引くことをお勧めしたいっていうところです。それではまず陰月のいいところを紹介していきます。陰月は純粋なアタッカーなのでその特徴を覚えてもらえるといいのかなと思います。一つ目の特徴としては高い火力と拡散攻撃が優秀という点です。陰月の魅力としては高い火力と拡散攻撃になります。 SP 消費が3等発動にかかりますが、それに見合った火力を出すことが可能です。特にヒット数が多くメインタギに対しては最大強化で7ヒットします。しかも攻撃の倍率は最大 500% となっており、回数も火力も高いです。この倍率と回数も相まってある程度虚数の弱点を持っていたりすればご利用しすることも可能なんですよね。さらに4段目の攻撃で隣接する敵にも拡散攻撃が発動するので3ヒット分くらいはダメージを与えることができます。意外とこの3発分がダメージ稼げるのでめちゃくちゃ強いです。またこの拡散攻撃ですが宇宙の郊外で活躍します。というのも最終ボスの弱点が必ず量子と虚数になるからですね。しかもボスのスウォームは雑魚敵を読んできますが、その雑魚も量子と虚数が弱点となります。複数体の虚数弱点を相手にすることが多くなるので拡散攻撃ができる陰月は相性がいいっていうところなんですよね。これに関してはベルトや静寂が複数を攻撃することも可能なんですが、ランダム要素が絡むので陰月の方が安定するなと個人的には思ってます。攻撃で確実に複数の処理をするなら陰月の方が強いんですよね。続いて陰月の魅力としては虚数弱点に対して特化しているという部分です。これは奇跡の追加効果にある虚数属性が弱点の敵に対する回心ダメージプラス 24% という効果があるからです。これは虚数弱点があるだけで回心ダメージが上がるようになっています。それはゲーム的に弱点属性に対してチームメンバーを決めるので陰月を採用するシーンではほぼ発動ができると言ってもいい能力になりますね。配信ダメージプラス 24% って意外と強い性能ですからね。虚数の時限定ですが火力の底上げができるのがいいところとなります。続いて陰月の魅力は人生削りが得意という点です。最大強化時になりますが7ヒットする多段攻撃が可能となります。人生削りにおいてこのヒット数が多いのは有利というところですね。このヒット数も相まって虚数のキャラの中ではトップクラスの人生削りが可能となっています。しかも拡散もできるので敵を全体的に削ることが可能なんですよね。単体だけでなく複数戦において状況を一気に有利にできる攻撃が使えるのは陰月の強みとも言えます。いい部分としては以上となります。こうやって見てみると攻撃に特化したキャラクターですよね。虚数においては間違いなく火力特化のアタッカーとなっていますので、アタッカーが不足の場合は採用候補にしてみるのもいいかと思います。
それではいいところも話したので悪い部分についても紹介したいと思います。悪い部分は扱う上で致命傷になりかねない部分となっています。まず陰月を引いた時に起こる問題としては育成難易度が高いという点です。一定の火力を出せるように育成をしようとするとめちゃくちゃ厳選が必要となります。まずトンネル異物に関してはガンマンと荒地の採用となります。この異物に関してはどちらかで4セットでもいいですし2セットずつのキメラでも問題はありません。僕の方はキメラの方を採用してます。トンネル異物を選ぶ基準としては難易度はそんなに高くはありません。ですが問題は次です。オーナメントに関しては星々が推奨されています。その次に宇宙です。ですが星々は回心率が 70% を超えれば通常攻撃の余ダメアップがあるので採用を絶対的にしたいところなんですよね。そのため陰月で火力を出すにはオーナメントの星々が発動するように回心率の厳選が必要になってきます。しかも壊滅に関しては回心率がアップする公演数が持ち武器か星5限定公演数にしか用意されていません。その点を考えると厳選の難しさがわかると思います。なかなか70って達成できないですからね。しかも胴体は回心率ではなく回心ダミーにできるかによって火力の底上げが可能となります。このラインまで来てやっと火力が出始めるので長い目で育成するということを最初からイメージしておきましょう。続いては SP コントロールが必要という点です。陰月に関してですがかなりの暴食です。しかも最大強化でないと思ったよりも火力も出ません。そのため陰月に必ず SP3 消費ができるようにチームを組む必要があります。例えばブローニャはサポートとして優秀ですが陰月と組む場合は注意したいキャラクターとなります。理由は順番が早くなったとしても SP が足りず火力が出せないという点があるためです。そのためブローニャよりも低運の方が相性が良かったりしますね。その他のデバフとしてはルワンとかですね。とにかくスキル効果が長く発動できるキャラクターが相性良くなっています。一応陰月の消費を抑える方法としては激鱗の獲得をし続けることが必要となります。激鱗は必殺技で2つ獲得することができ、初動限定ですが秘技によって獲得も可能です。戦闘中に安定して強化攻撃をするなら必殺技をガンガン回す必要があるんですよね。この必殺技を回すときに相性がいいのが低運となります。必殺技で EP 回復があるので陰月の必殺技の回転率が上がり SP 枯渇を抑えることができるんですよね。まあ、現在なら次回のピックアップの花火も注目されてますね。陰月を引くなら SP は課題になるので使ってみて気になるなら花火採用もありなのかなと思います。それくらい SP コントロールがいるキャラクターとなりますね。続いて耐久値がダントツで低いという点です。壊滅のキャラってそれなりに硬いイメージがありますが陰月に関してはダントツで柔らかいです。めちゃくちゃデスします。でそのため編成にヒーラーが孫悟がいないと一瞬で消えてしまいます。フゲンやホホといったキャラが恋しくなりますね。 SP の話をさっきしましたが実はこの耐久値の問題で回復用の SP も実は確保しないといけません。ということは常に3から4以上の SP を維持しつつこの神耐久アタッカーを守り続けないといけないので思ったよりも難しいキャラとなってるんですよね。これ使ってみるとめちゃくちゃ苦労します。長期戦になればなるほど調整難しいですね。まあ、まさかの耐久と SP がここでマッチしてしまってるっていう状況です。悪い点については以上となります。まあ、育成面やバトルの内容に関することが多かったと思います。育成が不十分だったり編成が悪いとあっという間に陰月が倒れるってことがよくありますので想定は気をつけるようにしましょう。それでは装備関連について話していきたいと思います。まずは公園水からです。公園水に関しては持ち武器がベストです。続いてはアイオンで攻撃力が上がるのでこちらの公園水がおすすめとなっています。もしこちらの公演数がなかったり壊滅キャラですでに使っているっていう場合は星さんの典型もありです。意外といいです。こちら貫突すれば装備キャラの通常攻撃と戦闘スキルの余ダメプラス 40% っていうのがあるので意外と強力です。つなぎの公演水としては星さんの割にはめちゃくちゃ強い公演水となっているわけですね。で数値の比較も過去にしたことあるんですけど、まあ、そこまで差は出てないので全然ありな公演水となっています。続いて異物です。
異物についてはガンマン4セットが一番優先となります。まあ、源泉が楽で集まりやすい異物だからっていうのがありますね。まあ、中にはすでにいい異物があるなら4セットを組みやすいっていうのもあります。で、4セットの効果で通常攻撃が上がるっていうのも実はいいところですね。で、それに続いてガンマンと荒地です。まあ、すでに荒地で回収率がついたものがあるな、こちらもありですね。で、オーナメントに関しては星々を採用となります。回心率 70% を目指して最大火力を出せるようにするのが大事というところです。どうしても厳選が難しい場合は宇宙封印の採用もありですね。ただ速度が120確保が必要となりますので、サブステの厳選が必要になってきます。それでは最後に注意の方を話しておきたいと思います。臨月についてですが、悪い部分で紹介した SP と耐久の面が課題となるキャラクターとなっています。陰月の採用の際にはフォフォ、フゲン、ラテツがいない場合は編成に孫悟と宝女が必須編成となってきます。編成によって大きく安定感が変わるので、採用の際はバランスを見るようにしましょう。リンクスを入れて耐久が耐えれないんだったら孫悟主人公を入れるみたいな感じですね。そんな感じで編成を割り振っていくといいかなと思います。あとは配置の問題とかもありますね。できるだけ孫悟ヒーラーの横に壊滅キャラを置くようにしておきましょう。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。今回の動画が楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。